続きまして、対処すべき課題のご報告をさせていただきます。まず、2021年度の生産台数の実績です。2020年度の13万4千台、2019年度の18万2千台に対し下回り、11万4千台となりました。半導体生産能力低下等による部品の供給問題が発生し、休業を含む大幅な減産を行ったためです。次に、2017年に発覚した管制検査の不適切な取り扱いの問題についてです。再発防止の取り組みを継続しており、昨年度もこの問題を風化させないためにコンプライアンスデーを開催いたしました。この中で風化防止ビデオの視聴や標準作業所の点検を行い、各人が行動宣言をすることで思いを新たにしました。今後も生産ラインをストップして全員参加で継続してまいります。次に、2021年度の実績としまして、マイナーチェンジ車の紹介をいたします。燃費、排ガス性能を高め、LCV の企業別平均燃費基準、通称カフェに対応し、同時に商品力を向上させた AD、NV200 バネット、キャラバンのガソリンおよびディーゼル等、多くのマイナーチェンジ車を立ち上げました。市場からも高評価を得ており、多くの受注をいただいております。また、昨年度は1951年に生産を開始した当社のパトロールが生誕70周年を迎え、記念モデルをドバイ万博で公開いたしました。パトロールは中東の地で絶大なご支持をいただいており、日産ブランドの価値を向上させています。当社にとって重要なモデルですので、今後も大切に生産を続けてまいります。以上が昨年度の振り返りについてのご説明となります。引き続き、2017年からスタートいたしました中期経営計画の柱に沿って、2022年度の主な取り組みについてご説明いたします。最初に商品の競争力です。まず、ムーについてご紹介いたします。これは NV200 バネットの後部座席スペースで快適にテレワークができるモバイルオフィスカーで、株式会社伊藤機と共同開発を進めてまいりました。車両内にリチウムイオンバッテリーを搭載し、エンジンを停止した状態でもエアコンやテレワークに必要な電力を供給可能としています。今年度中の発売を目指して検討を続けてまいります。次に、救急車のパラメディック2022年モデルです。先進安全装備の充実や環境性能の向上に加え、内外装の質感、機能を向上させました。これにより、今まで以上に救急隊員の方の役に立つ車に仕上がりましたので、各地の消防本部へ訴求してまいります。その他にも、当社製品の主要市場である日本、中近東、アフリカ、東南アジアなどで、現地の営業をサポートする活動と、そこから出てきた要望に応える商品仕様の提案に引き続き取り組み、拡販を進めてまいります。例えば、日本ではお客様との意見交換イベントへの参画や、海外ではリモートによる商品説明などを実施してまいります。続いて、工場の競争力についてご説明いたします。まず、品質に関するトピックスです。2021年度の日産圏国内市場初期品質評価におきまして、当社の AD、NV200 バネット、キャラバンがランキング1位から3位を獲得いたしました。例年、当社の製品はトップレベルを維持し続けております。今年度も引き続き、日産圏トップレベルを維持できるよう取り組んでまいります。
また湘南工場では生産台数に合わせて設備工程の再配置を進めます。日産車体九州ではフレーム車の生産性向上に取り組みます。そして品質サーベイ結果の活用、軽自耐久品質の向上など品質を中心に置いた上で、ロスコストのミニマム化、固定費、変動費の適正化、および設備総合効率の向上等に継続して取り組みます。工場の品質、コスト、スピードの競争力強化を目指し、グローバル市場からご要望に対しまして柔軟に対応してまいります。続いて、技術・技能の競争力です。こちらは今年度取り組む主な技術テーマと、今後当社が独自技術として取り組む年度の課題登録状況を示しております。今年度は次期型車に向けて昨年度開発したアイテムを量産フェーズへ移行させます。また LCV 商品力向上に加え、次期型車や今後電動化が進んだ際に求められる技術を見据えて、新たなアイテムの積み上げを継続してまいります。最後に、すべての活動を支える基盤です。当社は新型コロナウイルスワクチンの職域接種を進めてまいりましたが、湘南九州で3回目の接種を完了いたしました。これによりリスクを低減し、企業運営を継続してまいります。またこの取り組みでは、接種対象を従業員とその家族に限定せず、地域に開放することで多くの方々に接種いただき、地域社会に貢献することができました。また働き方改革のために IT ソリューションの整備を進め、業務の効率化を推進してまいります。これらを社内へ浸透させるためにセミナー等も開催し、改善に努めてまいります。さて、当社は社会貢献の一環として、社会科見学の小学5年生を受け入れておりましたが、新型コロナウイルスの影響で従来の工場見学の実施が難しくなり、オンライン工場見学の受け入れを進めてまいりました。昨年から専用スタジオを設置し、対象を全国に広げたことで、受け入れ数は日産の国内工場でナンバーワンとなりました。今年度も多くの見学を受け入れ、地域、社会に貢献してまいります。以上で2022年度の取り組みの説明を終わります。現中期経営計画の最終年度にあたり、社会適応性や社会の変化に対応した次期中期経営計画の策定を進めております。日産グループの方針である日産アンビション2030や SDGs、ESG の要請に応え、ケースやウィズコロナ、アフターコロナへの対応、またカーボンニュートラルの取り組みも進めてまいります。次期中期経営計画は今後ホームページ等で公開してまいります。対処すべき課題についてのご説明は以上となります。